1本真ん中でいいと思うんですよね。フラン選手が前に行くので、真ん中にコートの真ん中に上げる位置で行くんですけどね。ここで石川真佑が入ってきました。技術的にはなしの石川真佑が中田に変わっています。しっかりパスを通した。